はい、皆さん、こんにちは、元気です。今回はね、フィンカと、盾の組み合わせがめちゃめちゃ強いっていうね、そういう話をしていきたいと思います。でですね、まあ何が言いたいのかっていうと、まあ、そもそもブリッジめちゃめちゃ強いんですけど、これな、走り速くなって、このダッシュがいけない。ただですね、シーズン1の時に、盾ってめっちゃ最強で、大会とかでも、新兵盾、盾みたいな編成が昔あったんですよ。で、それ何かっていうと、昔ですね、ちょっと調整が微妙で、この ADS 速度が半端なく速かったんですよね。通常のハンドガンと同じ速度になってたんですよ。で、今は、盾用にちゃんと設定されてるんで、こうゆっくり、こういう感じで、ゆっくり覗いて撃てるようになったんですけど、これがですね、フィンカを使うことになって、擬似的に前回の昔のバージョンに遡ることができるようになったんですね。ちょっと使ってもらっていいですか。これですよね。これまだ、これじゃないんですけど、ちゃんと覗いてからだと、わかるんですよ。これシビアなんですけど、この、さっきまでの速度と見比べましょうか。こうやって撃てたんですよ。これ最速ね。で、これが最速で、さっきのやつに戻ると、これでもまだダメ。これ。これやばくないですか？で、これね、どうなるかっていうとですね、じゃあ、フィンカーの能力使ってください。で、俺が、ADS して、この状態で頭が見えたら、そっちも迷いなく行っちゃってください。行きます。じゃあ、AM 頭に合わせてもらって。多分、絶対反応できないですよね。で、逆に、バルキリーさんこれちょっと今能力切るんで、その状態で頭両方とも置いた状態で、見えた瞬間に俺のこと撃ってください。いきまーす。こうやって負けるんですよ。本来こんな感じなんですよ。結構余裕があると思います。え？いや、多分これ今切るデスカレがちょっとバグってたんで、ありえない速度で撃ってましたけど。まあそんな感じで、ガチ置きで2人ともが向かい合った時に本来殺せなかったのが殺せちゃうんですよね。これちょっとカメラが逆になると分かりやすいんで一回その状態でやってみましょうか。はい、ということでね、攻守変えてみました。まずはですね、まず体幹をみんなにしてもらいたいんで、ブリッツさん、僕の頭の横、僕を殺さないように僕の頭の横の方を、まず通常状態で打ってもらって、次にフィンカ使った状態で打ってください。じゃあまずどうぞ実践してください。この速度ですね。もう一回どうぞ、普通に。こんな感じですよね。じゃあ次、フィンカ状態でお願いします。もう一度お願いします。はい。これ反応ほぼできないですよね。フィンカ状態でもう一回打ってください。これやばいな。これ最速で多分今一番ちょっとねまだ慣れてないんでね、まだギリギリまで速くないんですけど、これ最速状態だと多分かなり速いと思います。もう一回やってみましょうか。フィンカ能力使ってる？使ってる状態 OK。 もう一回お願いします。で、これがフィンカ通常状態ですね。切れましたと。で、もう一回フィンカ使ってください。あれ今使ってる？あ、OK、OK、了解、了解。じゃあ、この状態で、実際体幹で打ち返せるかどうかちょっとやってみましょうか。じゃあ、俺の頭になってください。頭入ったら、ADS 状態解いて、で、フィンカ能力の状態で打っちゃいましょう。いいっすよ。フィンカ能力使って。打てるか。打てるか。で、こっちが相手側っすね。打てるかこんなもん。こういう状態になってます。なんで、結論としては、お互いにこう、向かい合った状態で打ち合ったら、頭さえ外さなきゃ、理論上絶対勝てます。フィンカ×ブリッツは半端ないんで、ぜひ皆さんやってみてください。これね、ブリッツじゃなくて普通の通常盾、モンターニュ全員使えるんで、まあ、もしかしたら今後、フィンカ1人に対してモンターニュとか盾4つっていう編成が使える日が来るかもしれないですね。それでは本編の方行きましょう。マジ？マジ？おいおい、いや、だいたいお前らのよく言う炎上したと消えたは、だいたい炎上もしないし消えてないから、だから多分今話してるラムがメタモルさんにどうのこうのも絶対消えてないから、絶対消えてないから。今まで経験上誰々が消えてますって言って本当に消えてたのを見たことはアップルが1回だけ、それ以外は一切ない。リスナーの電書バトだいたい1のこと10で言ってる説っていうね。まあ毎回だから、ほんとこれ毎回。
毎回だから、これ間違いない。伝書場とするやつは基本的にね、ジャーナリズムに目覚めてるから。まあ、ジャーナリストっつうのはね、往々にしてね、1のこと10に言いがちなんだよ。だからね、ジャーナリズムで言っちゃうの。1のこと10で、バカだから、頭悪いから。絶対そんなことねえから、俺は信じないよ。まあ、俺もサムネ詐欺普段からやってっから、あんまり人のこと言えねえけどな。帰り道言うと、よし、帰り道言った。何してんだお前。ここ敵の支配下やったん？ここ？そんな、何それ？この人いや。オッケー。口々に話すな。口々に異国語で話すなお前ら。何にも分からへんこっちは。スタムシング。負けー。負けられない戦いがここにある。は？何？え？何それ？何それ？マジで？は？何それ？マジで？意味わからんねんけど。なんで？なんで？え？何だそれ？え？え？何これ？ここ何かあんねんけど。ここ何かあんねんけど。何かあんねん。ちょ、聞いてくれや。あーい！甘ーい！はい。さよなら。甘ーい！うわー！うわー！オーケー。うわー、マジ生かさんよ、生かさんよ、そら行きませんよ、それは生かさませんよ。オッケーオッケー。じゃあ盾さん行きますか。じゃあ盾とリオンとフィンカとモンターニュと行く。でシーズンパス持ってるのが英雄だけっていう。オッケー、行きますか。さあ行こう、ガッツァンガッツァン。よし行くぞーい。ズン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 。これね、なんか弱くなったとか言われてるけど結局最強のはずなんだよね。よし行くか。よし行きますか。はい。あ、いねえぞ。あ、そっちか。あー、マジ？ありがとう。設置いいっすか。設置お願いしてもいい。じゃあうぜえこれ。よし、ナイスナイス。こっちか。あ、いるいるいる。シフォ、あー、シフォなんか引っかかった。なんでなんでなんか引っかかって。よし、行きましょう。またリスキルするか、懲りずに。どうしようかな、次はどこにリスキルしに行こうか。だけどここだよな、やっぱ無難なリスキルポジションといえばここ。何この。だる。何それ。やばい、死ぬ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 。危ないぞ。あっちあっち移動すべきか。はい、さよなら。あー、もう一人いた。あー、めたー。冷静になれなかった俺。じゃあもう一回攻撃いきますわ。フィンカ来て、フィンカ。いや、フィンカつけると ADS 速度めっちゃ爆上がりして、多分縦の ADS からの打ちがめちゃめちゃ強いはずなんだよね。よーし、いっか。ガジョン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 。どう攻めるべきかな。反対側からちゃんと押すか。反対側からちゃんと押しましょうか。茶室側から。あ、いた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 。階段下ほっといたらいいか。入る、入らん人いた。いいっすか、ナノポットもう一回。よいしょ。ラグいラグいラグ、クソラグいクソラグい。よいしょ。で、裏側から2だね多分。 OK。 多分ね、フィンカーど真ん中狙って、ほら、これ勝てるんだよな。フィンカだってめちゃめちゃ強い。フィンカだって ADS からの打ちがめちゃめちゃ速くなるから、真ん中さえ狙えれば多分負けないんだよね。頭狙ったら普通に遠距離でも多分勝てない。めっちゃ強いな。結局じゃねえか俺。やっぱ盾やべえわ。フィンカだってえぐいな俺。